まあ、まずリバーブね。リバーブはこの、まあ、残響、距離感ですね、音のね。あのすごい狭い部屋でやってんのか、すごい広い部屋でやってんのかっていう。でこれはアンサンブルにちょうど溶け込むような量を調整してあげるといいなというふうに思ってます。あの積極的にねリバーブでシャーっていうエフェクターとしてのねリバーブの使い方もあるんだけど、まあ、僕は基本的にはまずアンサンブルに馴染ませるためのリバーブっていう使い方をしてますね。あのホール系だったりするともうほとんどリバーブなんかかけなくていいんだけど、すごい音がバシッと止まるようなね、あのデッドな空間だったら軽くかけといた方が音が馴染むかな。リバーブゼロだと本当目の前でね音を出されてるような感じで、本当目の前でいる感じになっちゃうので、あのね本当奥行き感っていうんですかね、音のね。で一人だけホールみたいなシャーンっていう長い、リバーブかけてても、やっぱそれはそれで浮いちゃうんで、それはあの楽曲とかバンドメンバーに合わせてっていう感じですかね。で僕はこれが足で変えれるようにスイッチつけちゃってるんだけど、だから広がりをつけるディレイですね。僕はあんまりフィードバックはこの反射回数は増やしてないかな。1回か2回聞こえれば十分って感じですかね。それからよく使うのがトレモロ。1台でかなり仕事をしてくれるので、このペダルボードはねなかなか実はいろんなものを諦めていないというですね、335セミアコ1本で行くような現場ほぼこのボードで行きますね。ジャズ系のライブとかセッションだったりするともうほぼこれで大丈夫っていう感じですかね。